どうも皆さんこんにちは、バクルです。今回もディアボール4やっていきたいと思います。で、今回なんですけど、昨日というか、まあ、日付的には今日なんですけど、実践動画の方を上げさせてもらった、大槌の、ウーバーなしですね。で、基本スキルを、入れた、あのなんかね、シーズン始まった時の最初らへんに、一番最初かなに出させてもらったビルド動画の、強化バージョンっていう感じのビルドになってます。まあ、そちらの紹介をやっていこうかと思います。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきたいと思います。で、今回のビルドの内容なんですけど、冒頭でも言ってたみたいに、一番最初に出させてもらったビルド動画の、強化バージョンっていう形でやっていこうかと思います。で、内容的にはかなり、今まで紹介したウーバーなしもそうやし、ウーバーありの状態のビルドよりも、さらにティア100回りやすかったかなっていう感じですね。結構回ってみた感じ、まあ、ステータス的にも防御力が高かったりするし、まあ、攻撃力的にも当たらない部分っていうのは、屠殺のシングリフで補えるっていう予測なので、まあ、そこら辺も、合わせて説明していきながらやっていきたいと思います。で、いつもみたいにスキルツリー行ってパラゴン行って、ほんで装備紹介して吸血力の紹介っていう、順番でやっていこうかと思います。それではやっていきます。はい、それではスキルツリーの方からやっていきたいと思います。で、基本スキルですね、まあもちろんバッシュをつけてもらう形になるんですけども、これをとにかくフンフンしていくっていう感じのビルドなので、で、バッシュを死闘まで取ってもらうと、ほんで両手武器でバッシュを使い4回クリティカルヒットを発生させると、次のコアスキルか武器の達人スキルがオーバーパワーになる。で、これを取っておかないと、まあ、オーバーパワーの頻度っていうのがかなり下がっちゃうので、ここまで確実に取ってもらう形になりますね。で、次コアスキルです。いつも通りですね、大土地取って激高までっていう感じです。で、次、進軍の雄たけび取ってもらって戦術まで取ってもらうと、で、その横のパッシブ威風堂々取って武力行使まで取ってもらう。で、こっちですね、アイアンスキン取ってもろて、で、下のところの戦術の方まで取ってもらうと。で、次、挑発の叫びですね、取ってもらって、これも戦術まで取ってもらうっていう形です。で、次、決闘スキルですね、ウォークライ取ってもらって、ほんで強化まで取ってもらうと。で、次のところなんですけど、正直、まあ、取る必要性はほぼないかと思います。欲しい人を取ってもらっても大丈夫なんやけど、そこまで、周りに敵が6体いるときに 10% 乗算とかなので、まあ、ここは好みかなっていう感じですね。で、その下、襲撃打ちなる轟、を3ポイントずついつも通り取ってますと。で、パッシブ俊敏さ取ってます。で、あと攻撃的耐性と溢れる時ですね、ここまで取ってますと。で、次、武器の達人ですね、パッシブの方が格闘術まで取ってもらって、ほんでこっち、分厚い皮膚、これなんとなく2まで取ってて、で、次報復、3まで取ってるっていう感じです。で、次で、次奥義ですね。で、パッシブなんですけど、両手武器の達人取って、で、荒ぶる力だけ取ってます。もう奥義こんだけですね。こっちの、打撲とかは取っ払ってますと。こんな感じです。で、最後、みなぎる怒りっていう感じですね。特に説明することはそんなにないんですけど、まあ、ここら辺の防御スキルですね。まあ、ここだったり、まあ、ちょっといらないなと思うんだったら、攻撃的耐性に振ってみたりって、ここら辺はお好みでやってみてください。まあ、そこまで差があるものではないと思うので、まあ、スキル3はこんな感じです。じゃあ次、パラゴンいきたいと思います。はい、それではパラゴンモードやっていきたいと思います。で、パラゴン途中のね、壊滅者だとか、そこら辺の説明が結構ややこしいので、まあ、今回、このパラゴンボードの説明の間にはしなくて、最後に説明しようかと思ってる場所があるんですけど、まあ、それ次第でビルドがちょっと変わってきたりするっていう部分が今回あります。前から説明しようと思ってて忘れてました。で、一番最初、基本ボードですね、怒りをはめ込んでもらって、ほんで取り方こんな感じです。まあ、シュッとしてますね、取り方は。まあ、そこまで攻撃力を求めてないっていう感じなので、で、次、戦を招きし者を2枚目にはめ込んでもらって、右下にグリフソケットをはめてもらって、で、ここには、縄張りっていうやつをはめてますね。付近の敵から受けるダメージが 10% 減少っていうのも、欲しくて取ってますと。で、取り方こんな感じですね。で、左上のなんか一回ここで止めておいて、で、ここですね、火属性炎に対し物っていうので、火属性火炎耐性かを取ってるんですけど、これはお好みで取っ払ってくださいとか、取っ払ってもらって、まあ、こっちの霊気耐性の方を取ってもらったり、まあ、もしかしたら自分が足りてないところの耐性を補ってもらう形で取ってもらったり、まあ、好きなところに振ってもらっていいポイントっていう感じですね。この突き出てる部分はそんな感じです。で、次ですね、ボーンブレイカー取ってもろて、で、右上にグリフソケットはめてもらって、フンヌをここにははめてますと。で、取り方こんな感じですね。ここはいつも通りです。まあ、基本的には取り方はいつも通りなんですよね。
で次行きます。で壊滅者ですね、4枚目、壊滅者取ってもろて右にグリフソケットで脆弱ですね、搾取をはめ込んでますと。で、取り方こんな感じなんですけど、これなんとこれだいぶ前から気づいてたくせして全然言う、伝え忘れてたんやけど、この壊滅者っていうやつね、一旦ここで、止めといて、でこの壊滅者、敵を脆弱状態にするたび5秒間にわたりとかどうたらこうたら、まあなんせ脆弱状態にしたらええ言うて買い取るくせに、一旦吸血力に行きます。このよいしょ、こちらな、変容とかあったじゃないですか。変容でコウモリになって、ほんでから弱肉強食でその変容とのシナジーで脆弱にして壊滅者にするみたいな感じやったんですけど、後でこれ実践というかカカシの方でも説明するんですけど、このシナジーの状態で脆弱にした場合、壊滅者発動していません、なんとまあなので、搾取をはめ込んでなかったり、そのさっきのシナジーですね、変容弱肉強食のシナジー以外で脆弱にする手段がない人は、壊滅者をつけてる意味がありません。はい、まあ、なので、搾取をはめ込まない人、脆弱じゃないわ、壊滅者取っ払ってくださいこれ無駄なポイントになっちゃってるので、搾取とかをはめ込んでない人は、壊滅者を、取っ払うっていう感じですね。スキルツリーで他のこの例えばバクサーとかで、脆弱にするとかやったら、いいと思うんですけど、このさっきのシナジーで、脆弱にする場合はこれは発動しないので気をつけてくださいっていう感じですね。まあ、それも踏まえて搾取をはめ込んでますっていう感じです。でそれに付け加えて、相手からのカットですね、合計で14%か、一応脆弱にしてたら 14% カットっていうのもあるので、こんな感じで取ってますっていう感じです。で次ですね。で虐殺を、5枚目につけてもらって、グリフソケット下に向けてもらってから、減衰をはめてますと。で取り方こんな感じですね。でここもちょっと説明長くなっちゃう部分ではあるんですけど、今回新グリフですね、ユニークグリフ、屠殺のグリフなんですけど、効果的にはバーバリアンの場合筋力を取ったらその分だけ、まあ、これと一緒ですよね、これとか、まあ、フンヌやったら敏捷性なんですけど、バーバリアンの場合やったら、筋力を取っていくとその攻撃力が上がっていくみたいな感じなんですね。で一番美味しいところっていうのが、俺的に個人的に調べたところ、まあ虐殺なんじゃないかなって思います。筋力が一番豊富で、なおかつ、この減衰みたいに、どこで言うてんかな、範囲内の全てのマジックノードにプラス何ちゃらパーセントのボーナスを付与するっていうやつも、ユニークグリフにはついてるので、まあ、それプラスで攻撃力がまず、バーサークで乗算させれるじゃないですか。こっちの血の怒りでね、ここで乗算させられるっていうのもボーナスで増えるし、で近距離からのダメ減っていうのも増える。でここのレアノードの筋力プラス10っていうのが2個あるっていうのと、普通のこの筋力ですね、このバラけてちょんちょんちょんってあるやつが合計11個あるので、レアノードと合わせて合計筋力が13個あるんですよね。プラス5が11個、プラス10が2個っていう感じで、かなり筋力美味しいので、まあユニークグリフはめるんだったら虐殺かなって思います。クソほど強くなりますね、ここで。はい、で次最後ですね、血の怒りですをはめてもらって、グリフソケット右上ですね、何もはめ込んでません、ここを取るためだけっていう感じです。今回ちょっとパラゴンボードの説明長かったんですけど、まあ、最後にまた壊滅者の方ちょっと実践というかカカシで見せていきたいと思います。で次装備の方やっていきたいと思います。はい、では次は装備の説明をしていきたいと思います。で、頭からいつも通りやっていきたいと思います。でこんな感じですね、合計防御力、ライフ、最大武器、クールダウンで、基本スキルを使うと、ダメカットをもらえますよっていうやつ。まあ、ダメカットね、これ例えばクイーンとかつけてる時やったら 20% のダメカットっていうのが常に発動してるんですけど、まあ、基本スキルを使えばその能力ほぼ一緒みたいなもんなんで、まあ、これをつけてるっていう感じですね。で、次体ですね、いつも通りです、ダメカットばっかり積んで合計防御力を積んでます。で最後に合計防御力についても若干説明していきたいと思います。で次腕、いつも通りですね、攻撃速度、クリ率、オーバーダメランクです。でバーサーク延長ですね。で次腰で、普通のやつをつけてます、 T ボルトじゃなくて。で、合計防御力、ライフ、ダメかダメかみたいな感じですね。でつけてるやつが出血状態の時にが多ければ多いほどダメかが増えるっていうやつをつけてますと。
こんな感じです。で次足で、これいつも通り、シナジーじゃないわ、あの変容とか弱肉強食つけてるんだったら、最大チャージ数ですね、回避の、プラス3までのやつつけてるんですけど、今回は別にそれ用事ないので、回避によって移動速度が2秒間 75% 上昇っていう、こういう特性ですねをつけてます。でついてるやつが移動速度と負傷中のダメ減はいるんやけど、他の2つは耐性好きなやつっていう感じですね。でつけてるやつが、横圧負荷の時すり抜けますよ、速度上がりますよっていうやつをつけてますと。で次武器いきます。でここもまた最後にこういう場合はこう付け替えたらどうっていうのも説明していくんですけど、とりあえず、今回は、全捨て筋力クリーダメバーサークですね。でつけてるやつが基本スキルの攻撃速度です、まあ、これがかなり重要になってくるのでこんな感じでつけてます。で次どちらも剣ですね。全捨て筋力クリーダメバーサーク、オプションは全部一緒ですね。でコアスキルでクリティカル出たら速度上がりますよっていうやつで、もう片っぽはイニシエの大土地の、振動が外側へ波及しますっていうやつをつけてますと。で次斬撃ですね、斧をつけてます。でオプション一緒で、土器がはみ出たらその分だけ、最大 60% まで乗算しますよっていうやつをつけてます。で次指輪、赤き怒りの指輪ですねをつけてますと、こんな感じです。で次普通のやつですね、クリリズバーサーク最大抜けリソース生成でシャウトが、最大4毎秒回復するよっていうやつ。で次いつも通りの追放ですね、まあ、こんな感じの、装備になってます。まあ、ざっくり今回は紹介したんですけど、まず理由の一つとして、屠殺は死ねないっていうのがあるので、まあ、とにかく防御に寄せてるっていうのもあるし、で実際実戦見てもらったら、そこまでダメージ低くないと思うんですよね。普段からやってる普通のビルドでもクリティカルヒットダメージほぼほぼ変わんないと思います。これでも高きが400万とか500万クリティカルヒットダメージ出て、でオーバークリーやったら5000万とか、高かったら出るんで、全然今のところ問題ないのかなって思います。でそれでもダメージもしかしたら足りないんじゃないかって思う方いるかもしれないんですけど、屠殺のユニークグリフを育てていくので、まあ、そのうち攻撃力は勝手に上がるんですよね。だからとにかく攻撃力はそこまで盛らずに、そのユニークグリフを手に入れてからどんどん強くするっていう感じの考え でここにはめ込んで攻撃力を上げていく。だから、まあ、とにかく死なずにいかに安定してクリアするかっていうのを最初はやっといて、でグリフでバカすか攻撃力上げていくっていう作戦なので、まあ、最初はこんな感じでいいんじゃないかと思ってます。でただし、攻撃力別にそこまで防御力もらんでも大丈夫じゃねってなるんやったら、Tボルトはめてみたりとか、他にはそうですね、クリティカルじゃなくて、オーバーパワーダメージでよくねってなったら、こうやって、片手のところとか両手のところもですね、オプションもそうやけど、オーバーパワーダメージの方を持ってみたりだとかっていう風にやってみたらいいかと思います。で防御力の方なんですけど、今1万1000ってなってますよね。で不服従が南北発動したら1万4000ぐらいまでいくんですけど、このゲームの合計防御力ですね、防御力が1万4000前後あたりで防御力が、頑張れるカット率っていうのはそこら辺が限界数値らしいんですよ。1万4000付近が、防御力が頑張れる数字俺これ以上上げても意味ないよっていう数字らしいんですよね、1万4000前後がね。だからそこまで上げすぎなくてもいいのかなっていう感じです。で、ウーバーユニークあるバージョンの話も若干しようかと思うんですけど、実際このビルドの場合ね、例えばこっちグランドファーザーつけたとしましょう。で実際じゃあ強さどうなんってなったら変わりません、ほとんど。正直このビルドの場合だったらほぼ変わりません。若干高いんかな、いやもしかしたら下がってないぐらいの勢いの強さです。だからグランドファーザーって結局のところクリティカルヒットダメージが 100% 上昇するとか、まあ、ここら辺が強いところであって、そんななんかつけたからもう俺最強みたいなレベルの強さが手に入るわけではないんですね。だから普通にこの普通の土器突き出るやつねを、今回だったら基本スキルで毎回発動させてぶん殴ってるっていう感覚が多いので、ほぼほぼダメージは変わりません、そんなに。まあ、若干グランドファーザーが高いかなぐらいになりますね。で、その代わりにクイーンとかつけてみると、やっぱりこのクイーンの強いところってこのコアランクが上がるところがかなり強くて、攻撃力はめちゃめちゃ上がります。グランドファーザーよりかは上がり幅っていうのはでかいですね。なんですけどやっぱりね、合計防御力っていうのがとてつもなく強いので、これのカット率の一緒のような感じで頭に基本スキルでカットっていうのをつけてるから、結局のところノーマルの頭の方が硬さはあります。
で、そこまで硬くなくてもいいのかなって言って、杭持ってる人っていうのは頭は杭に付け替えてもいいのかなっていう感じですね。で、もちろんグランドファーザーを持ってるんだったら別に付け替えても問題ありません。ただ、死にやすいなって思ったら杭とかこだわらずに普通にこうやってノーマルの頭にした方が死にづらくなるかと思います。おすすめはそんな感じですね。で、さらに言うとここの赤き怒りですね、これも攻撃力上げるためだけにつけてるっちゃつけてるので、まあ、別にこれ邪魔だなと思ったら普通にこのシャウトの減少最大6秒のやつですね、つけてもらった方が安定してシャウトずっと続けられるので、まあ、こっちの方が安定してくるのかなとも思います。で、さっき言ってたみたいに攻撃力がね、あのユニークグリフぶち込んでもたら勝手に上がっていくので、うん、途中からはそういう形になってくるのかなっていう感じですね。で、装備の説明は以上になりますと。はい、それでは最後に吸血力の紹介をしていきたいと思います。で、つけてる吸血力なんですけど、いつもとガラリと変わってますね。で、まず1個、これは一緒ですね。赤き備え、敵倒したら強化されて、で、クリティカルヒット率が上がりますよっていうやつで、次、校長っていうやつをつけてます。基本スキルを5回使用するたびに発動中のクールダウンのいずれか1つが2秒短縮されるっていうやつなんですけど、これ、見とってほしいんですけど、下のバフのところ、今1回基本スキル振ったら校長のマークアイコンついたじゃないですか。これが、敵にこうやって当てなくても発動するんですね。こうやって振るだけで、ほら、1234 1234、こうやって発動していくんですよ。で、実際にウォークライとかだけ使ってみると、これが発動するたびにウォークライがこうやって減少していくんですね。だからこうやって戦っとる時に敵がおらんところでも、まあ、進んどるときにこうやって適当に素振りしながら突っ込んでいっとったら、クールダウンがどんどん進んでいって、ほんでそのうち勝手にまたこうやってどんどん、スキルが上がっていくので、まあ、無意味にブンブンするっていう感じで、これかなり意味ある行動なんですね、素振りするっていうのが、うん、だからここら辺も相まって、まあ、どんどんスキル使っていけるかなっていうので好調をつけてます。結構シナジーあります、やってて面白いしね。で、次、貪欲ですね。攻撃で、幸運の一撃で、攻撃速度が上がりますよっていうやつ。で、次、月の出、基本スキルが敵に命中すると10秒間にわたり攻撃速度が 4% 上昇して、最大累積は、5回まで蓄積しますよっていうやつですね。で、まあ、そうやね。で、10秒間にわたって基本スキルのダメージが上がるとか、移動速度が上がるとかです。で、次、回復力ですね。ライフを失うためにダメージが発生するっていうやつ。まあ、単純に、防御力確保っていう感じですね。こんな感じでつけてます。で、気に食わないところはね、俺やったらこれがいいなというのは全然変えてもらって大丈夫なので、このスキルの場合はこれがやりやすいのかなって思いました。で、本題でもないわ。さっき言ってた壊滅者ですね。実際にやってみたいと思うんですけど、ちょっとめんどくさいんで全部外しますね。で、まずこの変容をつけて、ほんで弱肉強食。で、これやったらまあ脆弱になるじゃないですか。で、この時に、搾取は外しとかんと、ちょっとわけわかんなくなっちゃうんで、搾取は外します。で、これだったら、今だったらもう、このシナジーでしか脆弱にできない。で、こうやって、敵に当たると何のアイコンも出ないじゃないですか。搾取、発動、搾取じゃない、脆弱にしてるのに、こうやって、ほら。何も発動してないんですよ。で、実際、壊滅者のマークっていうのはこのアイコンが出ます。このレジェンダリーノードのアイコンが出ます、バフのところに。で、実際に搾取はめていくと、どれやこれかはめていくとこんな感じで、今さっきのレジェンダリーノードと同じマークが出てると思うんですけど、一番右ですね、これだったら、この壊滅者、これですね、ダメージが増加するって今書いてあったやつ、これなんですけど、これがやっぱり発動していないんですね、さっきのシナジーだけだったら。なので搾取つけてなくてこのシナジーでのみ、脆弱を狙ってたって人はこれ取っ払った方がいいかと思います。壊滅者っていうもの自体を、うん、脆弱っていう状態にするのは強いんやけど、さっきのシナジーだけやったらこれが発動してないんで、まあ、取っ払うべきかなって思いますね。まあそんな感じです。だから搾取はめない人はぜひ取ってください。まあなんでやねんと思いますけどね。脆弱にするたび言うとんのにね。うん。で、あと一つ。敵がすぐね、今だったら死んじゃうんでちょっと分かりづらいんですけど、一応このシナジーの、さっきの、ごめんなさい。変容と弱肉強食で脆弱にする場合、これ時間無限です。この脆弱になってるっていう時間はこれ無限なので、ここは、強い部分かなって思いますね。無限です、これ。で、今、下壊滅者発動してるのは、搾取が発動してるからっていう感じです。
これ無限なのでボス戦とかやったらまあこれつけててもいいのかなと思ったりはしますけどね。絶対長期戦になったりするのでまあちょっとそこは分かんないんですけど、まあそんな感じでございます。で、吸血力の説明は以上になりますね。だから、好きなところは付け替えてもらって大丈夫やけど、まあ、基本的には一回、言ったやつでやってみて、まあ、気に入らんとこあったら外していくって方がやりやすいのかなとは思いますね。まあそんな感じです。で、説明以上ですか。あ、ごめんなさい、これですね、あと忘れてた。で、専門知識の両手剣をはめてるんですけど、これ単純に相手を出血させるっていう効果があるのでこれをつけてます。で、2つ効果が、期待できるのがあって、まず1個、出血させたらここでダメージカットが発生するっていうのと、出血させてる間に不服従が溜まって防御力がどんどん溜まるっていうとかあるので、バーンって殴ってる間にも不服従が溜まっていって防御力がどん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 上がっていくと。で、防御力でダメージカットができる最大数値の1万4000前後っていうところまでは、今の防御力だったら届くので、簡単にね。だからこの状態ぐらいが、まあまあ、最低でも防御力1万1000ぐらいが元があれば、こんな感じでね、上がっていって、まあ、軽々しく1万4000近くは行ってくれるので、まあ、これぐらいが、やりやすいのかなって思います。まあそんな感じですね。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた気が向いたら見に来てください。お疲れ様です。